今日も知識で武装するダレッジアーマードでございます。本日はアレハンドロ・ホドロフスキー監督の1973年の映画ホーリーマウンテンについてくる飯とお話ししてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この映画っていうのはほとんどの方が見たことないんじゃないかと思いますね。思いますね。というのも今回このホドロフスキー監督について掘っていかなければ私たちも多分知らなかった映画なんだよね、なんですけど、これこの制作の経緯をよくよく調べてみると、もうこう私が大好きなこの人たちが関わっているということがよくよく分かりまして、そもそもこれのホドロフスキー監督の前作はエルトポという映画でございまして、エルトポをニューヨークで上映された時に、ビートルズのジョン・レノンがこう痛く気に入って何回も映画館に見に行って、でそれで、次の映画ちょっと我々に出資させてくれやってことで、アップルコープスから、出資100万ドル出資を受けて、それの役員のアレン・クラインさんの制作ということで、作られたのが今回なので、ジョン・レノンの指示で作られたということですね。で1973年ぐらいだと、もうビートルズが終わってるぐらいなので、どっちかっていうと、サイケデリック期を抜け出したけど、でもそういった何て言うかね、神秘主義みたいな、そういったところにやっぱりこうジョン・レノンっていうのは興味があったんだろうなっていうところですね。そうですね。で本当にそういったところで、絵作りも本当にシュールレアリズム、エルトポは人のね、見てる幻のようなものをこう具現化したような、映像化したような映画だったので、非常にこう見ててこう浮遊感があるというか感じだったんですが、この今度ホドロフスキーの今回のホーリーマウンテンに関してはもう悪夢をもうその目の前で見てるような感じっていうんですかね、もう起きながらにして悪夢見てるような感じっていう感じですよね。そうだね、うなされてる、熱でうなされてる時に見るような映像っていうのが見せられてる感じがしますよね。そうだからそうあれだよね、全部なんか示唆的であって予言的というか、なんかこう象徴的というか、これは何かを指してるに決まってるんだが、教養がないのでわからんっていうのが多いってことだよね。象徴とかメタファーのオンパレードです。本当にそう、まさにそうなんですよ。いいじゃん、ザートゥストラの映像化したみたいな。そういうことか、そういうことになってくるんだね、やっぱね。だからでもそれっていうのはこの突き詰めていくと、結局要約していくと腑に落ちるところは結構あって、普遍的な内容をやってるんだよね、結局はね。いつの時代も結局は今の時代にも通用するようなことが形を変えて手段を変えて表現されているだけであって、今見てもそういうことかって分かるっていう、理解できるっていうことは、昔からずっと人間の歴史っていうのはそういうことだったんだなっていうことが分かるわけですよ。だから結構そのタロットカードを象徴とした絵作りしてみたりとか、でなんかそのキリストの大やすりっていうのは偶像崇拝への皮肉だったりとか、そういった世界観だよね、やっぱね。世界を想像してしまったわけですね。タロットカードってそもそもその40何枚かのやつで世界の全てを表しているって言われているカードだから、世界そのものなわけじゃないですか、あれってタロットカードっていうのは。それを新しいタロットカード、自分の解釈で作ってしまうということは創造主になってしまったということだな、ということで、100万ドル出資してもらったにもかかわらず、
実際の興行収入は3000万円ぐらいだったらしいっていう大惨敗だったので、もちろんいやしないよ見る人選びまくり、うん、なんですが、結局ホドロフスキーは商業映画を作るんじゃなくて、結局自分の中の心象風景とかそういったものっていうのを、あれなんで芸術家なんで、その彼はほら詩を書いたり絵も書いたりいろいろ音楽作ったりもする中での一つの創作活動の一環に過ぎない、ただの映画という手段においてやっただけで、これが売れようが売れまいが関係ないんですよ。そこがすごいよね。商業映画っていうのは観客のために作るのは、そう、芸術の映画っていうのは映画の関係も、そうだね、そうだね、まさにその通り、うん、だから見ている我々が何か思うことによってその映画が完成するっていうような内容であるので、インスタレーションなんでね、これってね。そうで、まあなんだかんだでこのアレン・クラインさんと揉めまして、このホドロフスキーがこの映画を撮ってる時にフェミニストに目覚めまして、次の映画の契約をぶっちぎって海外逃亡したためにアレン・クラインさんの怒りを買いまして本当めちゃくちゃだよこの人ね、うん、で、エルトポも権利を抑えられて、ホーリーマウンテンも抑えられて、以後30年間凍結されて世に全く出してもらえなくなってしまったという、もう まさにカルト映画、ライオンもカルトなら経緯もカルト、そして天末もカルトな映画ですね。だけどこれ自分的にはこれ内容もさることながら、このなんすか経緯も全部ひっくるめて、まあ映画というもの、映画というものを見るんであれば、これは映画界の司法だなと思うわけですよ。くるぶしなんかいっぱいなんか変な音するけど大丈夫、なんかガシガシ変な音がしてますけど大丈夫ですか、ガシャガシャ音がしてる、なんか大丈夫ですか、うんうん、今はなんだかなってないけど、うん、そうで、まあそもそも、まあなんだろう、このうんこを金に変えるっていうことがもうさ、金は所詮うんこであるっていうことであって、うん、なんかもう錬金術のもう神髄ですよ本当に、うん、この映画って非常にセリフが悪いで少ないんですけど、少ないね、だって冒頭30分ほぼ無言だよね。その中でこの錬金術の神髄がこのクソが金に変わるっていうんです、うん、お前自身も金に変われるっていうそういうセリフがあるので重要なシーンだよねこれね。だからびっくりしたよねこれね。あれ全裸で尻を洗うシーンがあるじゃないですか。ああ、うん。あのシーン撮影するのが嫌で、うん、ジョージ・ハリスンがあの役を断ったっていう。あ、ジョージ・ハリスン出るかもしれなかったか。そうだったですね。へえ、いいね。ジョージ・ハリスン似合うじゃんね、キリストっぽいしね。似合いますよね。ね、ジョージ・ハリスン出てたらヒットしたかもね。ああ、確かに。うん。そうだから本当全編にあたってこう神秘主義にまみれてるので、この美術センスが爆発してるよねこれね。いや本当かっこいい、物の配置とかがもう上質なんですよね。すごいんだよ、もうセンスなくて、もうなんかいろんなところになんか象徴的な動物が配置されてるじゃん、うん、突然なんかペリカンがいたりとかさ、うん、するじゃんか。動物持ってくるのもすごいんだけどさ、まあ、こういったなんか突然何かの動物が出てくる配置のこのかっこよさとかが、あのやっぱ日本のアーティストの例えばさ、あの横尾忠則とかさ、寺山修司にめちゃくちゃ影響を与えてさ、やっぱあの人たちの作品ってさ、そういったなんか突然フラミンゴ出てきたりとかさするんだよねやっぱね。で今日大竹新郎さんの大竹新郎さんを東京国立近代美術館に見に行ってきたんですが、大竹新郎さんのあと美術も結構
影響受けてんじゃないかな、まあ、シュルレアリズムの影響だと思うんだけど、こう、あ、ここにこういうもの配置するのかみたいなのはもうめちゃめちゃ随所にあってすごい圧倒されたなっていう気がします、っていう感じの映画なんですが、まあ、とにかくこうあれですね、本筋に入るまで時間がかかって、本当に2時間、1時間近くあの前振りがあるんだよね、これね。でまあ、そのキリストがシーフというか盗賊というか、そういった位置づけっていうのも何かちょっと皮肉っぽいし、そのホーリーマウンテンという、まあ、山岳信仰だよね、あの世界中にあるじゃん山岳信仰って、日本にもあるし、インドのメルさん、道教コンノンさん、哲学の山バラ十字会の聖ヨハネカバラさんよくそれメモったね、すごいね話に出てくるの分かっててメモってるかのようで、すごいね、台本持ってるみたいな、このすごいすごい出し方ですごいな、僕も同じように、グリーンの不死の賢者が頂上に超かっこいい、いやめっちゃ設定注意秒、超かっこいい彼らの死を超越する杖を持っており4万年もの間築いてる、かっこいい、だから彼らも恐らく消えるなってことで、そのグリーンになり変わろうとして、目指すんですよ、これさ本当かすごいよね、でであのその次の世界の支配者を目指す7人のクズが集結するわけでしょでこの7人のこの守護星がそのもうあの太陽系の星でね、っていうのもかっこいいじゃん、セーラームーンかやって話じゃんそうで実業家、武器職人、アーティスト、おもちゃ製造業者、政府の 財政顧問、警視総監、建築家ってあって、でまあ一人一人の悪行を全部紹介していく、でも100尺が結構あるんだけど、まあこれはこれでまた面白いんだよね、あの一人ずつの紹介です、面白いよね、なんか不条理でね、またまああれですね、女性社員をことごとく妊娠させて回る実業家最初はなんかベッドとか服とか、なんか工場の社長みたいなのですか、女性従業員のつまりそう、全部秘書に、ね、あのこう登用していくっていうつまりになると強引から秘書になる、そうだからみんなあの実業家の目かけになりたくてたまらないってやつ、すげえね、でまあ、武器商人が、もう若者とかここもう子供のこのね、あ、じゃねえ、なんだっけ、あのあれだ、宗教の信者用の武器作ってるっていうね、あのギター型の銃を作ってたりとか、なんか仏像の中に銃が仕込んであったりとかなんかね、キリスト教徒用とか、 なんかイスラム教徒用の武器とかいっていろんな武器作ってるっていう、まあ、デザインかっこいいですよね、そう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 、これね、あの武器商人と、おもちゃ製造業者は女性なんだね、ああそう、武器商人は、レズビアンなんだっけだね、そうだね、そうだね、ああそうです、うん、女を従えて歩いてるっていうやつとか、アーティストも愛人と暮らしまくってて、あれでもうエロいアートを世界中に配って、まあ、世界を乱してるっていうことですよね、まあこういうことはありますよ、必要枠ですねアーティストはもう悪いことしていいんですよでおもちゃ製造業者は子供たちに憎しみを植え付けるおもちゃを作ってるってことだね、老人がそういったことを考えたのを作って、で子供たちにそれを植え付ける、敵国を憎むようにまあこれもプロパガンダ的な感じでさ、もう昔の日本もやってたわけだから、鬼畜米英とか言ってね、まさにそうですね、まあそういうことだよね、あの思想統制してるわけだよね、それはビジネスとしてやってるっていうね、で政府の財政顧問の国の財政再建のために国民の口減らしを提案するんだけど、まあこれちょっとね、毒親というか母親がやばいよね、
あれ母親なんだって。母親なんですか。そう、母親が、あの息子をレイプするんですよ。すごいね、壮絶ですよ。あの便座のすごい高いトイレが、うん、足をぶらぶらです、うん、ああいうトイレが僕の理想のトイレだし、あんな風にして足をぶらぶらです、用足したいわけです。あ、そうなんだ。まあでもなんか開放感あるのかもね。あのジェットコースターも足ぶらぶらしてる方が怖いじゃん。あの開放感って怖いんだろうね、やっぱね。レオンね、間違えたか、うん、階段の上のところでも座ってる時に、うん、足をこうブラブラつけて、高いところに足のつかないやつです、うん、座る感じが、うん、かわいいよね、あれね。次だけ、次は何だっけ、警視総監、これはね、本当にね、美少年の睾丸を3個集めて部下を奴隷化して逆らう人を皆殺し、そしてモヒカン、すごい男だね。これもすごいっすね。これもすごいよ。そして自分、俺がどれだけすごいかをその美少年たちにこう教育するんだから。全部凝ってて、なんかもうこのあとほらみんながさ、あの山登ってって幻見たりとかするシーンもさ、みんなあすごい怖い悪夢だよね、やっぱね、すごいよね、やっぱ。そうっすね。とか最後建築家なんですが、まあシェルターと称して棺桶ビルを作っているすごいよね、こうやっぱそれは5年日本で実現したっていう。なるほどね。うん、まあ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 棺桶にみんな寝てるからね。うん、もう本当にあのエヴァンゲリオンのあのユイが眠ってるお墓みたいな感じですよね。あ、うん、で、まあこの7人のクズがいるんですが、これっていうのは実際に今の世界をほぼ実在して動かしている人たちに他ならないですね。これね、こういう人たち今もいるんですよ、実際に。同じようなことしてる人が、うん、そうですね、うん、で、そういった今の現在の世界を征服する人たちの次の望みっていうのは不老不死なんですね。で、若さと世界征服が目的になっていくっていうので、それで今度は野心を持ってこの賢者を殺しに今度は集結するっていうことなんだよ ね。なんですが、錬金術師の修行っていうのはもっとそういったものではなくて、もっと神秘的な、儀式的な、そしてなんかこう象徴的な、なんだろうね、もっと高みというか崇高なものだったんだね、実際はね。自我を捨てるってことですか。そう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 、自我を捨てないとどう、もう近寄ることもできないので、ということで賢者になるために金を焼いてしまったりとか、自分たちの人形も焼いてエゴを捨てるってことですね。で、この時のこの儀式っていうのは、実際にこの演者たちに LSD とかマジックマッシュルームを投与しながら決めながら撮影したらしいんですよ。こだわりがすごい。これはすごいよね。今やったら犯罪ですので、ダメですよっていうね。まあ、当時も犯罪だったんだろうけど、もう、ね、黙ってやってたってことでしょ。すげえ。ヘリコプターが着陸するシーンとか。道の真ん中にチャレンジさせたんですけど、うん、許可が取れなかった、許可を取らなかった、警官に扮した俳優を押さずに、通行止めにして、うん、撮影が終わったら逃げて帰った。ゲリラだね。そうっすね。ほんとすごいな、やってることが。やっぱパンクだな、すごいな。まあ、この流れも本当美しくて、で結局修行のシーンは本当に LSD 決めて幻覚見ながら
神々しいところでやって、これあのなんだっけ、ま、ホドルフスキーはなんだっけマジックヒなんだっけな、なんとかっていうなんかその独自のこの両方みたいなのを持ってるんだよね。それを提唱してて、でそれを実践している映画らしいんです。自分にそれを仕掛けてるらしいんだけど、うん、そういった精神療法をやってるらしいっていうことで、まあそれはなんか宗教じみた儀式じみてるんだけど、結局それを他の人にこう押し売りするでもなく、望んだ人には施してくれるっていうことらしいっていう、ね、で息子もそれにこういろいろあの やられてなんかいろいろ大変だったらしいですけど結構息子も被害者だよねこの人は。息子もそうですね。エルトポではもう真っ赤、あの体真っ赤にして日焼けしながら頑張ってたしね、うん、デューンでは主役にしてやるって言われて修行もさせられたのに結局何もなかったしね、うん、かわいそうです。かわいそうで、で俺もデューンの主役になってれば違う人生もあったかもなって言ってたからねそうで、まあ、賢者がいる山があるというロータス島に渡るんですね。ロータス島ってもかっこいい名前だね。確かにかっこいい。かっこいい。で、パンテオンバーという、まあ、そこまでたどり着いたんですが、山を目指すことをやめてしまった、まあ、人たちがいっぱいいて、そこで、まあ、まあ、行く人を誘惑というか、まあ、もうやめとけと、もう言ったりとか、もう俺は見てきたって嘘ついてみたりとか、まあ、そういったことで、まあ、強い心を手に入れないといけない状態になるわけですね。これもさ、結局その現代社会においてもその高みを目指す人っていうのはこの辺でもう俺はいいやっていうふうになった人たちがパンテオンバーに集まった人たちなんだよね。もう俺はもう十分幸せだ、俺は殺し合いの螺旋から俺は降りる、俺はなんかもうね、ここまででできればいいって言って、っていうのがパンテオンバーに集まる人たちっていう状態なんでね、この山のふもとにいてっていうね、まあ、まあ我々みたいな存在ですよ知らんけど、うん、で、まあキリストというか、まあ神父っていうのはまあ頂点に立つ必要はなくて、まあ愛を選んで幸せな人生を送るということです。なので霊剣絶師は一人だけだって、今までついてきたね、娼婦を妻にめとって、私の住んでいた塔で、ね、暮らして、他の人たちに、ね、施しながら暮らせばいいっつって、返すわけですよね。キリストはラストシーンには参加してない。そうそうそう、だからキリストは結局神の子としてやっぱ世の中の人たちを導く役割をここで得たわけです。すごいね、すごい。で、まあまあラストシーンの話しちゃいましょうかね。そうですね、うん、これラストシーンがあまりにも衝撃だと言われておりまして、まあ、実際衝撃だったよね。衝撃、そうですね、うん、っていうのも結局ラストバトルに挑むかと思いきや、ラストバトルのに集まっている賢者たちは全て人形だし、セットはハリボテだし、でまあその節を求めた結果、修行の結果、私たちはより人間らしくなることができた、すなわち現実を得るという充実感を得ることができたので、まあ幻想を信じていくことによってこう生きるということの充実さを知ることができたので、これは、現実ではなく、映画の中の出来事であって、でズームバックカメラっつって、引いてるスタッフがいっぱいいて、でテーブルも張り持ってでっていうので、我々には現実の生活があるのだと言って、ね、後ろ背を向けて去っていくというラストシーンなわけですね。これはまさに我々が25年間信じてきたエヴァンゲリオンそのものじゃないですか。いや本当そうっす、ね、びっくりしたよね。俺はそっちでびっくりした。これエヴァだなと思ってびっくりしたんだよね。ここでやってたんだ。
そう。だからこの1973年にこんなうまいオチをつけて人類保管計画やっとるんかいと、うん、まさに超現実主義メタ的なメタメタなエンディングだったわけですね。エヴァの場合観客を突き放すような感じがありましたけど、うん、こっちのホーリーマウントの方がすごく楽しそうなんですよ。まあそう、エヴァはね、大人になれよ、お前たちこんなアニメばっか見てないでって意味だったんだけど、こっちはね、我々には得るものがあったので、宗教に没頭しすぎるのは現地の生活がそこにまずあるのだっていうことをちゃんとこ、なんですか、なんですか、言葉で説明して終わっていくので、みんなポカーンとするかもしれないけど、俺はほっこりしたんですよ。そうだな、いいなって思ったんですよ。ほっこりしたね、うん、だから、なんかいろんな過酷なことさせられて、最後に優しい言葉かけられて、え、チュキってなっちゃうあれですよね。そう、頑張ったなって言われたら、なんか、え、好きってなっちゃうあれです。ね、そして人類のクズたちを浄化する計画はここに反省して、人類保管計画はなったのだった。勘ですよね。すごい映画な、マジで。そうですね、いろんな考察ブログとかちょっと読んでみたんだけど、このチャーリーとチョコレート工場っていうのはこの映画の超劣化版だということが分かったって言ってる人もいる。そう、まあそれぐらい洗練された映画で、だからこそさっき私は冒頭で言ったこれは映画界の至宝であるというのはそういうところがあるんだっていうのをね思いますね。結局そのこの世は地獄だっていうのを最初に見せるわけですよ。このね、手のひらに咲く花、ハエ、犬の死体のパレード、カエルとトカゲの戦争、これあれだよね、スペイン征服ですよね、マヤ文明ね、うん、とかね、まあそういったこの世は地獄に満ちているということをあって、で錬金術師に指示していくて、で7人の悪人を浄化してホーリーマインテへ真理を求めて、そして我々には現実の生活があるのだということで生活に帰ろうっていう、これ本当に藤井風の帰ろうという曲があるんですけど、もうこれですよ、まさにっていう感じですね。まさにそう、あ、素晴らしい映画でしたね。という感じですか、どうですか。全然知らなかったね。あのデューンの特集やろうってことになって、デューンをその前に撮ろうと思ってた監督がいたらしいっつって、ホドロフスキーさんっていう人がいるらしいってなって、ホドロフスキーのデューンを見て、うわなんだこの人めっちゃすごいってなって、ホドロフスキーの映画を掘ってったらここにたどり着いたってことだよね。そうですね。そしてホドロフスキーの映画はあと何本かあるので、これも全部さらっていかなければいけないという状態ですね。大事ですね。いや素晴らしい。で次がサンタサングレンやって、この3部作やって、その後リアリティのダンス、リアリティのダンスっていうのは、ホドロフスキー監督の半生を映画化したものらしいので、いやそれも見てみたいなって感じですね。まあもちろんもう DVD は用意してある、という感じで、ホーリーマウンテン、アレハンドロ・ホドロフスキー1973年のお話をくるめしとさせていただきました。なんかまだ言いたいことあった、こんな感じ。うん、見応えのあるシーンがあるんで、美しい、とにかく、うん、とにかく美しいし、美しい、うん、本当質も高いし、うん、まあ、よくできてて、うん、B 級っぽいのに全然 B 級じゃない、ね、そうだよね、やっぱ言ってることが崇高すぎて自分が分かんないだけなんだなっていうのを気づくからね、うん、すごい映画、すごい映画でした、というわけでした。どうもありがとうございました。